こんにちは、テクノゲートウェイの早川でございます。第3回目のですね、完全成果報酬型クラウドファンディング、制作支援サービスということでお届けしております。1回目2回目ぜひですねご覧いただいてない方はぜひそちらをご覧いただいてからこちらをご覧いただければというふうに思います。前回1回2回でですね受注生産資金繰りというところを説明させていただきました。この第3回目ではですね高効率集客システムというものをですね、ご紹介させていただければというふうに思います。顧客囲い込みが高効率で低コスト、なぜクラウドファンディングかというところですね。まずですね作った製品サービス、開発する製品サービスというのは1回で終わることっていうのはあまりないと思うんですね。だいたい1回目、まあガンダムで言うとガンダムがあって、それから、ジムみたいなものがあるって言いますか、まあ、ジオン軍でいくと、まあ、ちょっとこういった話は置いておいて、最初のところからですねお客様のご意見を伺ってさらにどんどんと進化させていくというところで、もう私的にはだいたい3回ぐらいですねその製品について、より良いものにしていくっていうようなロードマップを描きます。でまずですね最初に、1回目のサポーターの人は2回目の潜在的サポーターになり、1回目と2回目のサポーターは3回目の潜在的サポーターとなりますっていうことなんですけども、クラウドファンディングは1回やって終わりではないんですね。もっと言うとプラットフォームがいくつかありますので、1つの開発製品を開発サービスを、幕開けであってクラ、キャンプファイヤーであって、でそれ以外にプラスアルファで何かやるっていうところまでいけるわけですね。でそうすると、まあ、3回商品をですね改善してより良くしていくって考えて、それぞれ3回やりますので合計9回できるんですね。でクラウドファンディングの一番最初にご支援いただいた方に対しては、2回目のですねプロジェクトの時に、そのプラットフォーム側からですね、こういったものまたできましたよっていうことで通知ができるんですね。これ大きいですね。そして1回目2回目サポートしていただいた方には3回目の時にも、おかげさまでこういう形で改善できましたのでっていうことで、通知ご案内ができます。でこれはシステムの中の、ですね活動レポートっていうところに挙げますと、それが皆さんにこうどんどん届いていくわけですね。でそうしますとですね、結構お客様としては、まあ、自分たちの意見がこう生産者側にですね伝わって、でそれによってよりいいものができたということで、まあ、喜んでいただける場合と、2回目の方がいいやん1回目よりと思う方もいらっしゃるかとは思いますけども、結構クラウドファンディングにご参加いただいているサポーターの方っていうのは応援っていう気持ちもかなりございますので、よりいいものになるっていうことに関してはですね非常に肯定的に捉えていただける方が多いというふうに私は感じております。でこれ一製品一サービスでそういう形になりますね。で例えば弊社の場合には幕開けで累積で20何回プロジェクトをやってます。それは一番最初の回でご説明させていただきましたような世界初の、柔らか珪藻土バスマットの、改善版といいますか、でそれよりさらに意見を伺って良くしていったものっていうもの以外にですね、まあ、珪藻土を使ったその他の、傘乾燥ケースであったりとか、傘拭き傘らであったりとか、まあ、そういう珪藻土関連の製品っていうのもありますし、断熱関係のですねポカポカシリーズに至っては今4作目を昨年にやりましたですね、まあ、こういったものが全て含まれてるんですけども、そういう形でですねずっとこう累積していくんですねお客様が。でそうなりますと次その後にですね最新のプロジェクトをやった時には、5000人6000人の方に対してですね一斉に弊社
こういう形の製品をですね、開発して発表しましたっていう形で、お伝えすることができます。で、これをですね、他のシステムでやろうと思いますと結構大変ですね。まあ当然 SNS が便利なんですけども、 SNS に登録しているからといって、見ていただけるかどうかっていうのはまた別問題になります。そもそも SNS にですね、登録していただくっていうのは結構大変なんですね。そういうことを考えますと、プラットフォームが提供しているそういう活動レポートっていうような仕組みであったりとか、まあ、メールを送れるっていう、そういう一斉メールで送れるとか、そういうシステムっていうのは非常にですね、魅力的ですね。はい。で、こういう形で最初にですね、ポンと今までのサポーター様にお伝えできるっていうことは、クラウドファンディングが成功する上で非常に重要なんですね。で、クラウドファンディングっていうのは最初のですね、2日3日でどこまで集まるか、まあ、一説にはですね、そこの集まった金額っていうのが、だいたいそれの3倍から5倍っていうのが最終的なプロジェクトの、金額になるっていうぐらい非常に重要なので、その初動についてですね、このお客様方が、ご支援いただくっていうのは非常に、有効でございます。で、これをですね、これなしに一発目から立ち上げるっていうのはですね、広告代が非常にかかります。で、広告代がかかるっていうことは、まあ、1回目でもご説明しましたように、クラウドファンディングの成功っていうものに対して一番重要と考えているのが、利益がどこまで残るのかっていう、まあ、本当小さい会社にとってこれ死活問題ですので、その上でもですね、非常に助かるんですね。ということで、これらを繰り返し、広告を使わずにリピーターの方でプロジェクトの初めの段階で支援金額を獲得しますということですね。はい。それと、ちょっとまた10分ほど喋りそうな、もう過ぎそうな感じですので、次回ですね、それだけじゃないんですね、クラウドファンディングっていうのは。効果的なですね、広告っていうのもありまして、これは次回にですね、ご説明させていただければというふうに思います。これからもですね、ちょっとこの続きですね、高効率集客システム、メディア露出、新規販売ルート構築、これまた1ページ目ですね。はい。という形ですね、どんどんと、皆様にですね、お伝えできればというふうに思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。テクノゲートウェイ早川がお送りいたしました。